当院は薬剤師26名で業務を行っています。業務の中心は病棟薬剤業務とそして調剤業務を中心として業務を行っております。調剤業務の方は1日の内服処方箋枚数はだいたい140枚ぐらい、そして注射処方箋枚数は160枚ぐらいを調剤しております。当院は病床数は変わっていなかったんですが、入院する患者様の数がどんどん多くなって。 で処方箋枚数もそれに伴って多くなりましてだいたい一日にオーダー数として700から800ぐらいあの調剤しなければいけないというところがありましてと人の手ではなかなか難しくなってきたということで今回注射薬払い出しシステムを導入することとなりました。 当院そのスペース的にも限られた部分がありまして、PHC さんの方の注射薬払い出しシステムの方がですね、えー、とそれぞれユニットごとに分かれるというところで、大きさ的にも当院の注射調剤室に入るということが分かりましたので、そこがまず一つの要因となります。 導入にあたってはサポート体制というところも重要視していました。PHC さんの方は24時間対応で行ってくれるというところもありまして、話を伺うと、もし何かシステムがトラブル起きたときには連絡すれば、早期に対応してくれるというのが一つの理由と、 もう一つはですね、注射薬払い出しシステムが止まった際に、手で調剤するものが全て外に代替機というものが置いてあります。なので、注射薬払い出しシステム内のプリンターが壊れた場合に、代替機の方を自分で中のものと指示を受けながら変更することができますので、不測の事態にも装置に対応できるというところが一番のメリットだったかなと思います。 病棟等にですね注意を促す際にラベルにマーカーを引いたりとかそういった業務を行っていたんですけども注射線の方をカラーで対応することができるということで今まで手でマーカーで印をつけてた部分をカラー対応することで注意を促すということもできるということが分かりましたのでそういった導入をさせていただきました当院では高カロディ有液やカリウム製剤というものは薬剤師が無機質で昆虫を行っております。 定期払い出しの際に、駐車カートの方に、駐車払い出しシステムの方で機械が積んでくれるんですけども、カリウム製剤と高カロリー有益については、手前の臨時払い出しの方から出てくるというような形で、払い出し方法を分けるというような形も、あの、話し合って、運用を作らせていただきました。 トレーニングはそこまで必要なかったですただやはり今までは手で調剤していましたので駐車調剤室には輸液類やアンプル類っていうのがたくさん並べてあったんですがそれが機械内に入ったっていうところもありましてその機械を置く場所を、まあ、レイアウトを考えるそこがまあ一番大変だったところではあるかなと思います。 私の方からその PHC の担当者様の方にこういった形で運用したいということを伝えてでそれに合わせて PHC 様も図面を作ってくれましたのでまた図面を見ながら配置を考えてじゃあこうした方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、狭い部屋の中でもきれいに運用が回るようにあの一緒に作成したというような流れになります。 あの明らかに調剤時間は短くなりました以前は8時半から始めて13時の時点で何とか終わるかどうかという今より処方箋枚数は少なかったんですけれども13時までギリギリかかって調剤をしておりましたそれが現在は11時に一度調剤を終えることができてその後1時にもう一度受付という流れになっていますので払い出し時間も2時間早めることができました 当院は土曜日に日曜日と月曜日の分の調剤を行います。2日分を行うので、同じ時間内でやっぱり2日分を行うというのはなかなか難しいことになるんですが、今回注射薬払い出しシステムを導入したことで、調剤時間が大幅に削減することができましたので、時間内で調剤を終えることができるというのが、あの、一番スタッフたちが喜んでいる土曜日の午後にまあ時間ができるところができたというところは喜んでおりますね。 今回アンプルピッカーを入れたことで全てバーコード認証というものがされますので確実にバーコード認証されたものが機械の方からトレイに積まれるというような形がありましてほとんどミスは起きなくなったという形になりますまずはやはりあの間違いその注射のミスというところがほとんどなくなったというところが一番の、まあ 商材していく上での安心感にもつながりますしあのそういったことが起きてはいけないものにはなりますのでそしてもう一点はそのどんどん今後診療機能も上がっていき対人業務作業業務から対人業務へ移っていかなければいけないというところで業務の効率化というところでは大きな力を発揮しているシステムだと私は思っています。